明日はみんなの前で発表か。緊張すると声も小さくなるし、うまく話せなくなるんだよな。声の大きさや話し方で悩んでいるようですね。そんな方におすすめしたいのがファミリースピーチアカデミー。実はお子さんの話し方は親の影響がとっても大きいんです。ファミリースピーチアカデミーは幼児から大人まで年齢に合わせたカリキュラムとなっているので、お子様だけでなく親も学ぶことができます。現役アナウンサーの講師が口の開け方や腹式呼吸など発声方法の基礎を丁寧に教えます。正しい発声法が身につけば人前でも自信を持って話せるようになりますよ。赤いな、大きな声でハキハキ話せるようになりました。学校で発表の時、クラス中のみんなに自分の意見がよく伝わるようになりました。音読の時や発表の時、よく褒められるようになりました。コミュニケーション力を高めるならファミリースピーチアカデミー。お申し込み、お問い合わせはホームページをチェックしてくださいね。お待ちしています。